はい、こんにちは。文法演習問題6回目です。今回は上級編の問題になりますので、これぜひ解けるかチャレンジをしてみてください。ではどうぞ。はい、じゃあ解説しますね。いつも通りまずは文の構造を全体把握して、何が問われているかをちゃんと確認しましょう。ではいきます。まずは This book が S、Gives が V、 A very good explanation、 これが O ですね。この本はとても上手な説明を与えている、つまりこの本はとてもうまく解説をしているというふうに思ってください。で、この後ろ何を解説するかっていう修飾語ね、ここから。じゃあこのオブから後ろ、皆さんは正しく文の構造が取れますか？じゃあそれをね、しっかり見ていくんですが、今回ポイントがこの what、 この単語をうまく扱えてますか？要はこれは 5W1H といったポイントで、皆さんは中学校の時まではなんとなくやってたんですが、これ高校になった瞬間に急に苦手になります。代表的な単元は関係詞ですよね。ですからこの what の他に who とか which とかいろいろありますが、 5W1H が出てきたらどういうふうに考えていったらいいか、これをレクチャーしましょうか。はい、じゃあまずは代表的なね、大事なポイント、 5W1H は品詞が移動するんです。はい、じゃあまずこれを覚えてください。 5W1H は品詞が移動します。これね、キーワードですね。 5W1H は品詞が移動する。で、このね、移動というのが非常に大事なんですよ。実はこの授業の中でも、いくつかの分野で文系が移動するということを起こしてきましたが、実はこれ 5W1H も同じ現象を起こします。少しね、じゃあ簡単な例文でやってみましょうか。 What do you like? と Where did you go?さて、この2つの文章は皆さんは合ってますか？間違ってますか？はい、何が好きですか？どこに行ったんですか？これは合ってますよね。今まで見てきた回数が多いからです。で、これを見た感じで、あ、合ってそうだなって思うんじゃなくて、なぜ合ってるかっていう根拠がやはりいるんですよ。実はそういった理屈を分かっていることで、難しい応用の問題も解きやすくなりますから、じゃあこれ確認しましょう。この what、この where、それぞれこいつは、もともと後ろの文構造だったものが移動してきました。どういうことか、いきましょう。これ、後ろね、 You like ってあって、あなたが好きな、これ、目的語が言いますよね。 Like は他動詞なんですから、何よっていう目的語を言います。ですがここにはありません。じゃあ本来必要な構造が後ろになかったらどこに行くか、これ前に行くんですね。このように What は物やことを表す名詞だから、本来あった目的語が前に移動するということができます。ですからこれは名詞が移動ですね。じゃあそれに対して下、この where はどうでしょう。 Where did you go っていうのは、あなたがどっかに行きました。 go という単語は自動詞なんで、直後には場所を表す n が来ますよね。あなたは学校に行ったとか家に帰ったみたいに場所が来ますが、その M がありません。じゃあどこに行ったかというと、後ろにないものは前に移動しました。はい、でこの Where は今回副詞が移動ということなんですね。このように 5W1H は単語によって What は名詞として働くから、後ろの名詞の代わりになると、Where は場所を表す副詞だから後ろの副詞の代わりとなるというふうに移動するんですね。ですからこの 5W1H ちゃんとね、元ある構造の要素が文頭とか節の頭に移動するっていうのをしっかりと押さえてください。はい、でこれをちゃんと理解しておくと、実は正しく構造を取ることができます。では行きましょう。今回この What の部分からでっかい塊が始まって、まあ本当はね、前から順番に行くんですけど、まあ、結論一番最後までなんですね。じゃあこの What の塊の中の文がでどういう構造か正しく取れるかね、いきましょう。じゃあ後ろ The World っていうのが S で、
has achieved が V ね。でここでポイントは achieve は、達成するという他動詞なので、こいつに対して目的語がいりますが、それがどれでしょうか。世界が達成したのは、で後ろ見てこの宇宙科学技術、これを目的語にすると訳もちょっと変ですね。世界が宇宙科学技術を達成した。宇宙科学技術といったものは別に達成できませんね。はい。そして何よりも一番先頭のこいつ、これ名詞でしょ。後ろにあった名詞が一つ前に移動するから、実は世界が達成したのはこいつね。世界が達成したものです。これで訳も通るでしょ。このように本来ここにあった名詞が前に移動してしまったということで、これで SVO という文構図が的確ですよね。じゃあ求められている部分は何かというと、ここから一番最後までが全体として M という就職語にならないと構造が成立しません。このことを考慮した上で選択肢を選ばないと実は解きにくいんですね。はい。実はこの問題では2番とか4番にする人が多いんですが、まあ要は一番見てきたことが多い熟語を選択したんでしょう。2番は時代遅れ、4番はこれは最新のって意味ですね。ですがこいつらはともに副詞として働きますよね。もともとアウトオブが前置詞でデートが名詞、アップトゥが前置詞で後ろ名詞です。まあ全体として副詞を作るから、ここに副詞を入れちゃうと後ろに来るこれね、名詞というのが成立しません。副詞を入れてもここに名詞を入れておくと、これは文のバランスとしておかしいですね。つまり2番と4番では文構造が合わないため×です。はい。じゃあ残った選択肢、これは in date 1番ね、これは存在しません。ですから答えは3番でした。これはまずね、 today とっていうこの熟語を皆さんは知ってるはずなんだけど、to date in という形で見たから別の熟語じゃないかと思ってしまったんです。これはよく英語である現象ね。ですから to date、これで現在までにとか今のところって意味ですね。書きましょうか。今のところで、これで一つの副詞を作っているんですが、直後に来たこいつ、この前置詞が後ろの名詞とセットになって働いていたんですよ。はい。ですから構造としてはこんな感じね。今のところで、in の後ろに宇宙科学技術において世間が達成したものという構造で、これで的確になるのが分かりますか。はい。じゃあ一度訳してみましょうか。これ世界が宇宙科学技術において今のところ達成したものをうまく説明しているということですね。はい。このように正しく文構造をとって、まあ、今回は選択肢の中にこういういろんな要素が入ってましたから、結局構造をとったものに当てはめて矛盾しないかどうかっていうところが難しかったんですよ。ですがやる点は一緒だよね。ちゃんと文構造を把握することで何が問われてるか分かるし、問題を解くときにこれは良くてこれはダメだっていう矛盾を考えることができますから、どんな問題でもまずは文の構造をとって正しく訳す、その視点から皆さん文法も解くようにしてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。